時刻は夜8時になりました。ラジオチャリティミュージックソン、今年のパーソナリティは AKB48 です。そして私が高橋みなみです。そして日本放送アナウンサー柿原忠です。8時間経ちました。高見さん、8時間っていうと全体の3分の1ですか？3分の1です。お、計算できた。おお、さっき4分の1って言ってましたからそうですね、3分の1になると随分感覚的に、はい、お、来たかなっていう。あのね、この8時間目で来た現象言っていいですか？まあ、さっき、多分今までラジオやってきたのが一番の放送事故を起こしたんですけど、うん、何ですか？あの、口がマジで何も回らなくなる瞬間が、おい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 、私は生まれて初めてですよ。ああ、さっきありましたね。言葉出なくなるっていう。珍しく焦ってましたね。指原が隣で頑張れって顔して踏ん張ったっていう。この AKB のね、チームワーク。はーい、まあ、でも、通りも隔離も3分の1終了いたしました。ね、はい、ということで。さ、そして、この時間の AKB48 パートナーは、横山チーム A から渡辺真由ちゃんです。はい、皆さんこんばんは、渡辺真由です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか8時間経過した時に初めてアイドルが来たね。今までは、今まで誰、そんな指原いるか、ごめん、なんかごめん、なんかごめん、いや指原、指原なのよ、うん、これですよアイドルは。いや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 、大島優子も貫禄ありすぎますでしょ、うん、もう横山さんだってね、秋ちゃんだってね、うん、ちょっと違うジャンルになってきますからジャンルこの人がアイドルです。やっぱ王道の AKB48 の、うん、いや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 、ね、そういう総監督の可愛いという評価をいただいて、渡辺真由ちゃん的にはどうですか？嬉しいです、やっぱ尊敬する総監督様に、うん、ちょっと笑ってるやんか。そんなお方総監督様は怖いんですか？いや怖くない。でもね、あの、この前テレビの番組で約束してたんですけど、うん、二人で対談した時に、うん、二人でご飯行ったんですよ。あ、二人で、はい、初めてこの間。それはあの番組関係なしで、関係なしですよ、プライベートで。プライベートで、はい、行ったんですよね。え、そう、うん、なんか眉のことをもっと知りたいって話をしてて、うん、本当ですかみたいなところで大体流れちゃうじゃないですか話って、はいはいはい、これは本気で行きたいから本気で実行だってなって眉何が食べたい、肉かってなって、お肉ですってなってすき焼き一緒に食べましたよ。すげえ、完全に会社の上司の話ですよねこれ。アイドル同士の話じゃなく部長が部下を連れていくパターンですよね。確かに。渡辺麻衣ちゃんとしてはその誘い的には、はい、できれば少しは避けたかったの？いや全然、むしろ誘ってもらえて嬉しいというか、なんかご飯私から誘い、なかなか誘いづらいというか、なんか先輩だからちょっとそこなんか気使っちゃうところがあって、性格が出るなって思って。でも自分のことを知りたいって言ってくれてるから嬉しいと。めっちゃ嬉しかったです。いろいろね、眉の話とかも聞いてて、眉も私に聞きたいことあったらなんかあるって聞いたら、いや今日高見菜さんとご飯食べれるんでいろいろ考えてきたんですよ。で、何聞かれたらと思ったんですか？何を練り込んできたんだろうと思って、どうして AKB っていうグループを知ったんですかみたいな、オーディションってどうやって受けたんですかみたいな、もうウィキペディア読めやんみたいな。それはウィキ情報で出てると。そう、出てるよって言ったんですけど、聞きたくなっちゃったんです本人に。ちゃんと気になっちゃって、やっぱりね、AKB48 の原風景が見たかったんだね。そうですよ、そういう初歩的な質問をしたくなっちゃって、うん、びっくりしました。なるほど。いやいや、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、音楽鳴りましたよ。第39回ラジオチャリティミュージックソン、午後8時現在の募金総額出ました。はい。この時間の募金総額は、1973万4199円です。おありがとうございます。ありがとうございます。いやー、もうすぐ2000万の大台に乗ります。乗りますね。本当にご協力ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ラジオチャリティミュージックソン、 AKB48 の高橋みなみと渡辺真由と日本放送柿原忠がお送りしております。そしてはい、スタジオには土曜日深夜1時からのオールナイト日本でおなじみオードリーのお二人が来てくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとテンション低くないですか？いや、そんなことないですよ。いや、もう一方のもうだって春日さん、うん、おかしいですよね。だって、ね、おかしいことなんかないじゃないですか。二の腕むき出しの、やっぱりね、ちょっとだからね、聞いてる人は分かんないと思いますけども、はい、私青のね、このファーので作ったベストを着てるんですけど、ファーの使い方間違ってますよ。いやいやいや、これで、ね、一応そのふざけてるわけじゃないんですよ。本当ですか？我々も3年前にね、ミュージックソンやらせていただきまして、はい、パーソナリティ、その時に作ったベストで。そうなんですね。そうそう、元を正せば、我々のオールナイトニッポンで番組で、うん、この水色のベストをね、タンクトップを着てやってたんですよ。うん、そっから、そう、突然じゃないんですよ。うん、そっから、このちょっと豪華版を作って、チャリティミュージックソンのために。で、それで今着てるってわけ。若林さん、呆れてるからテンション低いですか？いや、よく残ってたなと思って、これが。安心してるんですね。うん、そうなんですよ。保管してくれてたんだと思って。そうそう。うん、ね。なるほど。そういうことなんですよ。そういうこと。
まあ先ほどお二人は、あの先ほどまでお電話を受けてくださっていましたけども、はいはい、どうでしたか、いや、やっぱり、三蔵さんも言ってたけど、すぐ切られるね、うん、やっぱりね。あの、うん、高見菜と喋りたかったけど、はい、若林さんでいいですって言われて、その後喋ったね。すいません、本当に。とんでもないですね。もうしょうがないよ。そういうもんだよ。春日さんもどうでした？私はですね、まあ、女性の方で、うん、たまたま我々の番組を聞いてくれてるっていう方でね、結構話が弾みましてね、はい、長々喋っちゃってね、結局その1本しか取れなかったですね、電話がね。あ、本当、ちょっと話し込んじゃってね、うん、本当2、3本行きたかったですね。俺らも3年前、ミュージックソンやりましたけど、はい、あの、俺らの時よりケータリングが充実してますね。ケータリング充実してます。いや、ほんと。あとね、レーバンとかシュークリームとかあんななかったよ。なかったし、この時間にしては、うん、我々の時にもスタッフさんの顔が明るいです、ね。明るい。もうちょっとね、我々の時はね、もうちょっと疲れてたような気がしますけど。そもそも人数が多いね。多いね、やっぱりね。うん、オードリーは結構微妙なとこをね。見てますね。見てます。オールナイト聞いててもかなり細かいとこ気にしてる。すごい。俺たちも3年前はね、うん、日本放送に囲われてたからさ。そうだね。もっとワイワイやってくれてた、ね。やってくれてたけどね、うん。今はもう出待ちが2人しかいない。慣れちゃったのかな、日本放送もオードリー。なんか、森崎さんのポスターもなんか気にしてたんですか、若林さん。そうそうそう。そうなんもう毎年気にしてるね、うん、俺たち。毎年気にしてる。あれやったんだから、昔俺たちだってね。やったんですけど、今年やっぱね、高見菜ちゃんの方がね、あのね、パターンが多いね。そうそう。あ、そうそう、4種類。4種類あんのよ。で、いろんな角度から。あんな上、右45度から撮んなかったよね。撮んなかった。我々なんか一パターンよ、確か。一パターン。どこ歩いても高見菜に合うね、今、ポスターの。いいよ、イマジンスタジオの前でね。そうそう。一パターンだけよ、我々。まあでもね、ほんとチャリティミュージックソンにとってはもう大先輩ですけれども、あの、24時間担当していて、どうでしたか、うん、あのね、あのやっぱ、次の日のお昼前ぐらいが一番きつかったね、俺は。でね、あの、ゴール直前？そうそう、ゲストが寝て来るから元気なのよ。で、こっちは元気なくなってるから、それがめんどくさかったね。めんどくさいって言っちゃダメですよ。3時間ぐらいちょっとめんどくさかった。3時間ちょっと厳しい。そもそも若林さんちょっと人当たりする人だからね、人見知りだったりとか。そうそうそう。元気な人が苦手だから。なるほど、なるほど。元気いっぱいで来んのよ。明日の昼が。明日昼前が。それ嫌だね。じゃないですか、元気いっぱい来ますよ、寝てきてますから、それは。一応表面上は合わせていたけど、内面では、うわ、うぜえと思ってた。そうそうそう。え、春日さんのテンション24時間変わんなかった私は基本的にあんま変わんなかったですけど、うん、ただでも朝方とかね、うん、あの、人も少なくなりますから、スタッフさんとかもね、どっかにいつの間にか行っちゃうんだよね。そうそうそう。うん。だからちょっとね、夜ね、人少ない。そうそう。夜人少ないですから、まあ、そこ乗り越えればね。確かに始まった時よりはだいぶ人いなくなってますよね。あ、これでも、これでも、はい、これでも前以上いましたから。そうそうそう。何やるか人も。そうなんですよ。あとゲストの人が来て、第一声で、うん、眠いなーっていうボケする人がすごい多かったね。あ、それ辛いなー絶対、絶対やってる方が眠いじゃないですか、これ。そうそう。確かにね、結構被ってたね、うん、そうね、うん、オードリーのお二人には引き続きお付き合いいただきますが、一旦8時15分になりましたら、またまた放送局とつないで、うん、あの企画のお話、いろいろ盲学校の子供たちの声聞いてみたいと思います。8時15分です。